海です。今とにかく人が集まるでおなじみ乃木坂握手会に集まったファンの数はおよそ2万人。島育ちアイドルさんのレーンはもちろん超満員です。CD を購入すると握手するチャンスをゲットできます。限られた時間の握手のために次から次へとファンが殺到。ひなちゃんがクレイルで来てたので買います。嬉しい。待って、上もになんかもっと見たいね。こんな感じで立ちっぱなしで握手しまくること1時間以上。しかも何度も並んで握手にチャレンジするファンも多いので、これを朝から丸1日かけて繰り返します。身長差すごくない？かけてほしい。のんびりアイドルさん、身長は153センチとかなり小柄。そんな小さくて可愛い依田さんに限られた時間の中で思いを伝えるため皆さん必死。はい、お疲れ様です。お久しぶり。アルバム1枚も当たらなかったんで3ヶ月ぶりかな。そっか、そんなあったか。今度転勤で今課長なので、副社長。そして中にはこんな方も。それはね、しょうがない。ああ、パクさんです。台湾在住のパクさん、31歳。台湾誰が好きなんですか？ヨダちゃん、ヨダちゃんです。過去握手会には13回参戦。月1ペースで依田さんのために来日しまくり、この日は全部で7回トライするそうで気合十分です。ところが、再び並んでリベンジ。どこにいても、台湾に、ヨダちゃんの生日です。なかなか時間内に日本語で思いを伝えられません。これがラストチャンス。パクさんの思いは伝わるのでしょうか？最近工作はどうしですか？工作、台湾です。頑張れパク。